かなかすごい、うん、いっぱいいろんなものがある、ね、うん、この絵も素敵、なんとなくというか、なぜか日本のあれが売ってる、いろいろね、いろいろなものがこのピンに来てるんだな、うん、マルソー、マルソーって書いてある。マルソー。うん。あ、プーさん、ジェームウェストンの箱あるよ。しかもなんかちょっと古い。うん。ジェームの何？ノアフとか。気になってしまう。お靴でもちっちゃそう。あ、まあ、そうね、レディースだね、これ、うん、あ、スーさん、じゃあスタンリー・キューブリックのこれとか買えばいいんじゃない？あ、そうだ、ほら時計時間入れてる、うん、ほら、スーさんのコレクションに参加させてください。なんで俺のものを一生懸命探してるんだ。だってみんながスーさんのものを買ってんのを買いたいって。みんなそういうわがままなとこがすごい。何それ、わがままなんかじゃないわ。まあ、わがままじゃない、わがままじゃなくはない。あ、すごい日が出てきたね。うん、出てきた。見て、ツーさん、見て、時計スタイルというこう斬新な。てか、でもこれどうやって使うんですか。この中に何か入ってる。完全に時計なのか。多分時計なんじゃない、うん、そう。ほら、だからキッチンに飾っとくんだよこれ。面白いね、考えることがすごい。あ、そこにもまたお皿が。これマリー・ルイーズだと思うんだけど、ほらマリー・ルイーズだ、うん、これ高級皿よ。これいいお皿だよ、うん、うん、誰だろう。多分、あのムッシュじゃん。ムッシュ、セタブ？ボンジュー？サブデマシパフォンダビデオ。メッシ。メッシ。セブンモレーセイル。セジョンティーメッシ。さ、ブバンデコンビアンサ？サセボンジュー2ユーロ。2？ オッケー。オッケー。じゃあ買おうか。ウィンジュベパンドさ。イエイ。C'est bien de demander parce que... Oui, mais c'est normal. Il y en a qui font... Oui, oui, je comprends, mais c'est mieux de demander. Ah ben, en général, quand les gens demandent, ouais. jamais. Ah bon. Ouais. C'est un minimum de politesse. Oui, 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 je comprends. Merci. Ah bon, merci beaucoup. Bonne journée. Même à vous. Merci. Comment tu vas? やばい。本日食べてランチパックのダビデ。なんか。セボ。いいって。メシ。セジャンケ。猫とカゴという素晴らしい一体化。これね。あ、そういうことね。猫とカゴだね、確かに、うん。これ色が塗ってある。これ結構ちゃんとしてるんだけど、うん、でもまあ赤はね、あれか、難しいか、難しい、うん、クラリネット、うん、この子変わったデザインのお皿だね、このお皿、あんま見たことない。どれ？これこれ多分ね、そんなに高いやつじゃないよ、ほら、あ、本当だ、うん、うん、いいかな、いいですか。メッシー。あ、クリスマスにぴったりな飾りが。そんなシーズンですね。はい、そんなシーズン。これ、これ。あ、本当だ。これ。セタブ。Ouais. Ah, okay. Ah, d'accord. Ça vous dérange pas de prendre la vidéo? Eh ben, vous pourrez prendre. Merci, c'est gentil. これがないけど。これあれだ。カップがね。うん。でもほら見て。
Vous voyez derrière, c'est... Oui. Mais vous n'avez pas des tasses, ah, tasses. Non, avec les tasses, il n'y en a pas. Ça, c'est pour décoratif à la maison. Ah, ok, d'accord. Mais c'est décoratif. Il y a ça, il y a aussi ça, c'est décoratif, les deux là. D'accord. Mais ça, c'est chinois. D'accord. C'est chinois. C'est chinois. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. ここはなんかすごい高級そうなお洋服屋さんだわ。本当だ。あ、ミテツーさん。ミテツーさん、アゼンジャー1956年。ほらほら、ほら。使ってない。かわいいね、これ。見て、ほら。かわいいね、こういうデザインがね。なんか昔の。かわいい、ほら。すごいかわいい、ほら見て、ほらツーさんの誕生日だよ。そんな個人情報バラさないでください。かわいい。でもまあどうしろという感じであるね。上がっていく感じじゃない。そうだね。それとかってやっぱデザインしてる人とかがさ、いいね、見たらね、楽しいもんね、ほらこれとかもかわいいよ、絵が。まあ文字だね。そう。本とかも見てるとかわいいね。あ、セジャンティー、メッシー、セジャンティー。パリュードゥって言われた。こういうの集めてる人いるね。あ、本当だね。古い。高いよね。あ、これはあれじゃないか、プーさん。あ、我々はこれはでも別に古くないけどね。まあ使ったら古いんじゃない。あ、プーさん見て、コーヒー。あ、本当だ、またね。まあでももう電動にしようっていう話になってきたね。これは飾り。あ、おじさんはもうすっごいこういうカード集めてる人いっぱいいるもんね。ワッペンもあるよ。プーさんのあのさ、あのセーターにワッペン。だってほら、引きつれちゃってたでしょ。だからほら、これこうやってさ、こうやってほら、すごいレトロチックで可愛いかな、ほら。あ、クマがいい、クマがいい。あ、猫もあるよ、ほら。何、あ、すっごいね、みんながすっごいカード探してる。何なんだろう、カードに何かあるのかな。佐藤、あ、絵が描いてあるか。あ、なんかここにこんな、よいしょ。Je sais qu'il y a des pays, c'est qu'il y a nettoyé, je sais qu'il y a pas grand chose. Spoon. きれい。うん、あとだね。これなんだろう。これでなんか締めるんだ、ほら見て、こうやってで、ぎゅっ、何を引くの、わかんない。あ、鳥じゃない。鳥、鳥じゃないこれ。違うか。何、鳥って。あ、違うか、鳥を回すやつ違うの。マジ意味わかんない。あ、プーさん見て、これは綺麗じゃない。本当だ、綺麗だね。薄いし、でも銀かな、これ。あれはない。あれちょっと太くて取りづらい。そうなのよ。刻印がでもない、銀じゃないんじゃないじゃん。でも銀っぽいけどな、この感じといい。あれいくらなんだろう。聞いてみたら多分ムッシュだ。ムッシュさ、ブバンでコンビアンさ、サンキュー。別にサンクならいいかな。でもまあちょっとグラグラしてるけど、まあでもそういうもんじゃない。なんかだって取るのにさ、可愛いけどね、ちょっと曲がってるけど、でも可愛いよね。サンクならいいかしら。ダメ、聞いてみようか。いいよ。サンク、サンク、トワセポシブル、トワノー、シス。アボーアボーナイス。キャットワイス、キャットワイス。オッケー、メッシー、キャット、メッシー。
Bon week-end. Bonjour au Japon. あそこにあるあそこにあるカゴバッグがかわいい。あ、本当だ。あのカゴバッグかわいいね。でもどうするんだって。まあでも壊れてるよ。あ、本当。あ、かわいいけどあんまり質はそこまで良くない、うん。このイヤリングとかかわいい。でもまあでも痛くなっちゃうね、耳がね。あ、クーさんが好きそうな。てか DVD あれそう。あ、これリモ、なんかこういうの昔持ってたぞ。リモージュかな。こっちがリモージュだ、やっぱ。うん、Bonjour, bonjour. Ah, vous connaissez? Je suis. Ah bon? C'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah bon? Ah, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça vous dérange pas de prendre la vidéo? Merci beaucoup. Bikusha. Oh, kawaii. Ne, voilà, Limoges. Fabrique en Belle.マダムに、まさかに。まさかに。これもかわいい。一人分。うん。まあでもまああれか。ちょっと難しいか。かわいいわね。うん。うん。いいかな。メシボクー。びっくりしたね。ゴロゴロって言われちゃった。あ、もう終わりかな、これで。これで終わりじゃない。あ、なるほどね。サンキューマザーグースって言ってたよ。これなんか素敵じゃない、この色使いは。なんかかわいいね。あ、確かに。この私こういうこのグリーンと赤とか好きなんだよ。じゃあお値段聞いてみる。いや別に買わなくてはいいんだけど。買うっていうつもりではないんだけどね。あ、プーさん見て、これプーさん、プーさん見て、これさ、うん、こうでしょ、うん、でこれでさ、こうやってシュッて消せるやつがついてるの。へえー、すごいね。ほらシュッ、かわいいじゃないそれ。かわいい、うん、でこれがね、上にこうやってグイ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 って上げられる。あ、確かにすごい便利だね。だからちゃんと、ま、ガチなやつだね。うん、多分、うん、ただ問題はとど、あ、とどまる、ほら、うん、そこに。これ便利じゃない。いいな、これ。うん、値段聞いてみる。うん、あとね、これもかわいいなと思ったの、この水差し。すごい綺麗じゃない。確かに。こういうの好きなの、ね、でしょ、うん、確かに、うん、気づかなかった。でも綺麗。うん、いくらか聞いてみよう。いいよ。まだまだブバンでコンビアンサーエサさあ、ウィディスディスタコ。2つで15。うん、これ綺麗じゃない。なんか夏とかにさ、こうわーってほら、カラッパカラフだよ。あ、なるほど。花瓶としても好きかなと思った。でも花瓶いっぱいうちにあるし、なんかカラフだと思う。カラフとして使う方がいいと思う。花瓶という感じではないかな。いや、いいんじゃない。どうする？わかんない。どう？いや、これは特に使えるよね。そう、これはね、うん、すごいキャンドルとしていいな。2つは15で聞いてみようよ。いいよ。マダム、on peut acheter les deux 15, c'est possible 15, les deux. Non? Ah bon?じゃあこれだけ買う？うん、別にまあこれも欲しければ買ってもいいけど。いらない？いや別にあったら全然楽、いいと思うよ。あ、バンホワイスボン。OK。メッシー。メッシーボクー。メッシー。ウィ、無事やん。無事。はい。メッシーボクー。メッシー。オーバー、ボンジョネー、オーバー。おー、じゃあ一回前に戻るか。そうしよう、そうしよう。戻ってきました。はい、戻ってまいりました。うん、うん、
でももうちょっと今いろいろ買ったからこれを買おうっていう気持ちがちょっとないなってちょっと。うん、可愛いんだけどね。値段聞いてみたらそうだよ。値段はあと分かってないよ、すみません。まあね。まあでも多分そんなに安くない。そんな安くない。うん。マダムあれだよね。マダムね。パード。こんにちは。マダム。50 euros celui-là. 50 euros. 50, d'accord. 50, d'accord. Mm. Mm. Okay, merci beaucoup. Merci. Pas moi.なんかでもコンポティが好きだからこの低いやつ結局あんま使わないね。まあいっか。買ったね。はい。パドン。あれじゃあれじゃあれ。どれ？こんなに買いました。もう重い。買いましたね。よくわからないおじさんたちに囲まれました。あ、よかったですね。はい、帰りましょうか。はい、はい、では本日購入してきたものと実は他の飲みの市でも買っていたよというものもご紹介したいと思います。まずこのすでに着ているこのコートなんだろう、ドレス？わかんないけど、薄さ的には全くコートじゃないから、上着、うん、ですが、この私の好きなこのペイズリーの柄で見てパッと可愛いなと思ったんですが、で、ツーさんが着てみたらすごいいいと絶賛するので、もう買ってみたわけですね。で、家に帰ってきてやっと私は自分が着ているのを見たんですけど、なかなか派手やね、うん、でも素敵だと思うけど日本だとちょっとこう浮いた人かもしれないけどでも素敵だなっていう感じなので、ここ前をね開けてきたりとかふわって羽織みたいにしてきてもいいし、あとすごい私にこうちょうどぴったりサイズっていうね珍しい、うん、そのサイズ感もいいなというのと、なかなかいいんじゃないかなと思って買いました。20ユーロでした。でも家に帰ってみたら結構こことかボタンがすでになかったっていうね。撮影してて気づかないよね結構ね。てかこう全部ボタン閉めなかったしね、さすがにね。でもまあ仕方がないということで、皆さん買うときはボタンなどをしっかり確認しましょう。で次がこちらかな。これはマリー・ルイーズというお皿のブランドなのかな。なんかインスタグラムとかでいつも見ていて、このマリー・ルイーズって可愛いなと思っていたのですが、こんな感じでね。そしたらおじさんにこれおいくらって結構10とかね普通に言われるのかなと思ったら2とか言われてえみたいな、全然値切る気もしなかったよね。だからすごいお皿の状態もね、横にもチップかけもないし、すごいいい感じ。多分そんなに安くはないはずなのね。まあ別に値段はどうでもいいんだけど、この柄がすごい可愛いなとずっと前から思ってて、マリー・ルイーズらしくない？ちょっとマリー・ルイーズ知らないけど、素敵だよね。そう、そうなの。でこのサイズ感のお皿うちよくすごい使うからとても気に入って買いましたっていう感じでしょ？はい。でよいしょ、これこっちのとこか。でこれ。じゃじゃーん、この私の好きなバスク柄のお皿がぴょいっと置いてあって、この大きい大皿初めて見た。そうね、このサイズなかなか見たことないけど、そうで別にね1ミリも欠けもなくてすごい綺麗なの、これはベアルンですね、HBCM ね。それでいくらって言ったらおじさんが、僕じゃないから、まあ、10ユーロでいいよとか勝手にね勝手に決めて、それでなんか違ったら後で誤差ある分を払ってくれればいいよとか言って、で10ユーロって「あ安かったね」とか言って帰ってきたらいきなりおじさんとオーナーがすごい慌てて追っかけてきてね。そんな値段じゃないとか言って、安すぎると思ったよ。そうね、でもそれでも20をさ15にしてくれて、その後もおじさんのとこ戻ったら、さっきはすまなかったねとか言ってくれて、すごいいい人だったよね。すごい人。これなんかほら大きいやつ、この大きさどうかなと思ったら、お好み焼きにいいじゃない。サラダとか大きいとこ来た時、サラダこんな平皿に乗さないでしょ。だからお好み焼きだと思うんだけど。そうね、
まあ、なんか何かに使うでしょう、はい、ということですね。でそれからこれよいしょ、これこのケーキサーバーみたいのがずっと欲しくって、うちに1個あるけどそれ陶器だからこう厚さがねあってなんか、うん、っつってもなんか取れないみたい薄いやつが欲しかった。でこれよく見たらこれ多分ここの金色のところは銀がこう薄くなっちゃったんじゃないかと思うんだけど。ああなるほどね、うん、でもねこのディテールとかもすごい可愛いな、これリボンとか。ああなるほどね、うん、ってて、うんうん、で銀マークはないから分かんないんだけど、まあでも別に4ユーロだからいいやと思って、普通に自分で使うならね、可愛ければ、うん、あとこの、 あの非対称のデザインも可愛いと思って、うん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 、でツーさんに最初5ユーロって言われたら4ユーロでどうって言ったんだっけ、あじゃあ3ユーロで言うよって言ったら、うん、6ユーロって言われたねぎったからお前みたいな言われたまあでも結局4ユーロにしてくれたから、うん、これはなんか使えそうじゃない、いろんなものに、うんうん、というこれでしょう。でそれからこれ、これはこの三つ差しと同じところでマダムのところから買いましたが、これはですね、まあ見ての通りろうそく立てですね、うん、食台だっけ、うん、でちょこれちょっとこう最後までこう上までギリギリまでこうろうそくを上げられるようにちゃんとなってたりとか、あとこのこうろうそくをピュッてこう消すやつもくっついてたりとかしてて、まあ、別に古くないのかもしれないけど、まあ悪くないね、うん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 、ということでセットでこれを買いました。でこっちもこれはねクリスタルなんだって言ってたけど、すごい、うんうん、まあ確かにだからすごい重くて、これを持って帰ると思った瞬間にすごく重くなったけどでもこれすごい綺麗だから、なんかお水をいつもこう入れて、なんかお客様いらした時とかにね、うんうんうん、お水入れとくの、今までいつもボトルだったから、こういうのがあると綺麗かなと思って、2つで20だったからまあいいんじゃない、うん、15って言ったけど安くしてくれなかったんだ、うん、1ミリも安くしてくれてまあしょうがない。これはエジプト人のおじさんから買ったやつ、これはケンブリッジだね、うん、ケンブリッジオールドイングランドです、はい、でこんな感じで、なんかこんな感じ、すごくイギリスっぽいよねこのデザインがね、うん、でこのこれを、最初は5つで買ったんだけれど、おじさんがこの欠けてるのでよければあげるよって言って、まあ確かにちょっとここをちょろっと欠けて、でもこんな普通に売ってるのにね、うんうん、この1つをプラスしてくれたので計6個で買いました。これなんか小鉢としていいんじゃないかと思って、すごいうちほら和食にも使うし、ここがいなかったらほら何小鉢だね、和食だねって言われてもいいんじゃないっていう、色のからまあいいかなっていうことで買いました。これがまず今回の飲みの市で買ったもので、それからじゃあこの人を少しどけさせていただきましてですね、まずこれ、これクリスタルの、なんか書いてあるな、今気がついた、あ、バカラって書いてある、え、あ、それバカラなのバカラって書いてある、おうおう、バカラだったバカラのグラスです。で、これを3つで15で買ったのね、そんなしたっけ、うん、あ、そっか、そう、だけど3つで15ならいいんじゃないって言って買って持って帰ってきたら、ここが削れてたとかここがちょっと欠けてて、もう一個は完全な形だったんだけど、でもよく考えたらバカラでもだったら15でも十分だったわね。で、私的にはここはガラスだけど金継ぎしちゃえばいいんじゃないって、全てを金継ぎで賄おうとしていますが、バカラだったつーさん、知らなかったね、うん、バカラフランスって書いてある、あら、あらラッキーというのを3脚買いました、はい、で、これも買ったんですね。これはなんか何世紀だっけ、忘れちゃった、19世紀だったよな、確か、うん、すごい、これどう見ても完全に手作り吹きガラス的な感じでですね、なんかこう形も不揃いなんですね、ちょこっとだけなんかこう
気泡みたいなんていうか欠け欠けじゃない、でもここにも不思議な空気が入ってたりとかするんだけれど、でもこのねなんかボコボコボコってなってる感じとかも可愛くて、うん、素敵だよねそれね。スーさんがすごい気に入って買いました、うん、ちょっと高かったけどね、15ユーロぐらいしたっけ、うん、そうだよね、うん、高かったけどいいなと思ったすごく、うんうん、スーさんが買いましたっていうのがこれでしょ。でこれこれはでも飲みの市じゃないんだな、これはeBay で買いました。とうとう eBay にも手を出したこれは、これはディゴワンサルグミンヌのバスクガラザラファンダンゴって書いてある、ファンダンゴ、こっちの方がより綺麗だけど、より綺麗なんだけど、ほらこんな感じ、これ2枚で30ユーロぐらい送料込みで買ったって感じ。まあでも別にすんごい高いってことでもないから、ない、そんなことない、でもいいの私が気に入ってるから、うん、っていうこのうちですごくよく使うスープ皿型を2枚買いました、うん、でもさこうやって見るとさバスク柄って言ってもさこの二重になってる場合とこの一重になってる場合なの ね、うん、面白いね、うん、何でもいいんだよねきっと、はい、でよっこらしょ、これこのちょっと低い何なんだっけこれ、コンポティじゃないんだって、ね、よくわかんないけどちょっと台座がついているやつ、これもここの飲みの市に行った時だね、極の飲みの市に行った時買いました、うん、これはソフィアサルグミンヌです、うん、でこれはね2個あったけどまあ別に同じの2個買ってもしょうがないなと思って綺麗だったこっちを買いました。でこれをまず買ったでしょ、で同じお店でこれも買いました、これはジアンメダイユエクスポジション1844年ポーセリンオパックだそうです、はい、シャトー・ドゥのなんかまあシャトーこのお皿も同じとこでおじさんのとこから買って、うん、でこのこのこれですよ、はいこれこれも同じところで、これはクレイユ・モントローのフローラっていうお皿で、これを 1,2,3,4,5,6 枚一気にまとめて買いました。いくらだったっけ、結構安かったよ、安くしてもらって、そう安くしてもらってね、うん、でもねすごい素敵なのね、こうちょっとアジアっぽい、それでこのおじさんにこのアジア柄っていうのもすごいすごい高いんだよって言って教えてもらったね、うん、高かった実際調べたら、あ本当、うん、これが一番ねあの絵柄がすっきりきちんとしてる、ほら、うん、その中でもやっぱカメラ通して見ても素敵それな、あそう、うん、すごい綺麗じゃないこのブルーが、あ と、 あとマミコの今の服と合ってるよ、あそうね確かにねというこれをね一気に6枚も買って、なんで6枚買ったんだっけ、6枚買ったら安くなるから少し、あそっか、うん、って言われてもういいやって買ったのね、うん、まあでもこれすごく良かったね、うん、いい買い物だった、うん、でそれで最後は、あ最後じゃないか、であとこれこれはプーさんと、あ間違った、ツーさんとツーさんと出かけした時の飲みの市に行った時買ったやつね、うん、ちょっと動画にも出てたよね、あそうか、うん、そうね、これはこれもイギリスのやつ、リッジウェイスタッフォードシャーイングランド1792年ウィンザー&オールカラーギャランティーで&デタージェントプルーフオブウィンザーウィンザーに保証されています。これも一緒のやつね、これはミルクピッチャーで、これはなんすかね、まあなんかでもこれはほらなんかフランスのラビエともまたちょっと違う感じで可愛いなと思って、お菓子とか入れるのもいいでしょ、うん、これもすごい安かった、2つで10ユーロって言われたじゃなかった、いやそう、もっと安かったと思うよ、あそう、うん、8 5ユーロとかそのレベルだった気がするけど、そんなに安くなかったと思うけど、それを8ユーロで買ったとかだったの、うんうん、まあそんな感じのこれも買いまして、で最後にですねこれ、はい、このバッグも買ったの、うんこれはすごい全でも全ビーズなのね、うん、でよくわからないブランド全くわかりません、
で、こう紐になってちょっとだからこうバカンスとかに行った時とかにこうやってね、ちょろっとする、うん、でも全部ビーズだから結構重いっていうね、うんうん、これが5ユーロだったから、いや違う、3ユーロとか2ユーロとかじゃあ5ユーロだった、5ユーロを3ユーロにしてもらった、そう3ユーロならいいかなと思って、うん、全ビーズ、別にビーズどこも取れてないのそれも、うん、っていう、こんなすっごい見てこうやって持ってた超絶派手な人をねっていうものを買いました。こんなかな、うん、はい、という感じでいろいろもう入らないと言いながらいっぱい買っていますなんでお皿ばっか増えてんだろうね、やばいな、うん、これ好きなんだよ、ね、違うの、なんか違うのよ、まあ、でも結構いろいろ全部使ってるよね、うん、お割合ね、めっちゃ使ってるよ、うん、いろんな料理に使って楽しそう。で今日の一番びっくりしたのはバカラだったことだね、知らなかったからね全然知らないであこれクリスタルで綺麗じゃんって買っただけだね、うん、びっくりしたわ、はい、驚きがいつもあるそんなそんなゴロゴロキッチンでした、はい、じゃあまた次回まで、はい、さようなら、それまであんまり買わないようにしましょうではありがとうございました、さようなら。